皆さんこんにちは、アイリス卓球場のコッシーです。本日の動画は初級者が試合で勝ちやすくなるための方法をご紹介していきたいと思います。レッツゴー。まず初めに伝えておきたいのが、卓球はそんなにラリーの続くスポーツではないということですね。で、YouTube などで卓球スーパープレイとか調べるとすごいラリーのものが出てくると思うんですけど、あそこに関してはトップ選手の試合同士で、その中の好プレーみたいなのをまとめたものなので、ものすごいラリーのものが多いと思うんですけど、実際試合になってみると結構サーブレシーブ3球目4球目あたりで決まってしまうことがほとんどかと思います。でそこでもちろんサーブの時には3球目をなるべく攻めるっていう練習はどんどんしていきたいというのはあるんですけど、逆に守りの練習をおろそかにしてしまう方が非常に多いなという印象です。そこでレシーブ4球目という練習をどんどんやっていくことがおすすめです。もちろん3球目を相手に打ってもらって、そのボールを1球返す、ここですね。1本返せれば結構点数になるんですよ。初級者の方々はサーブ3球目まで、考えれてない方もいますし、考えれても多分そこまでだと思うんですよ。サーブ3球目までしっかりやろうっていう方が多いので、1本返すことによってそれが取れなかったりとか、そのボールで決まってしまう可能性が出てくるので、4球目をしっかり1本返すっていうのをちょっと意識して練習してみてください。こんな風にしっかり1本返すことが大事なんですけど、ここまでうまくどこ来るか分かんないよっていう方も多いかと思うんですけど、そこに関してはしっかりと相手の動きを見ることが大切ですね。動きがどこに向かってどうやって打とうとしてるのかっていうところから見れると、よりどっちに来るかっていうのも分かると思いますし、まず分からない段階の方はしっかりラケットにボールを当てるっていうことから練習してみてください。それが入らなくても、まず予測や反応をして自分のラケットにしっかり当てることから意識してみてください。でそこからより予測能力が上がって、ちゃんとブロックができるようになったり、面がしっかり作れるようになってくると思いますので、まずはしっかり当てるっていう、遠くてもいいから当てるっていうところから練習してみてください。こんな風にまずはミスしててもいいので、しっかりラケットに当てるっていうことを意識して皆さんも練習してみてください。本日の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。